がまぐちが作りたくって参加した半年間、がまぐち雑貨作家養成講座2期生のこの方をご紹介します。そうするとね、シワになっちゃう。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。最終プレゼンすごい大変だったんですけど、みんなと一緒に勉強できて楽しかったです。ありがとうございました。がまぐち作りを学び始めてから半年で、こんなに素敵なバッグまで作れるようになりました。がまぐち雑貨作家養成講座では3期生を募集しています。がまぐち作りが大好きというあなた、ぜひお待ちしています。